タカチャンネルのタカです。皆さんお元気してますでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように再生リストをまとめさせていただいております。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけども、またね、新しいイヤホンを紹介しようかなと思います。で、今回のイヤホンなんですけど、ちょっと面白いんですよ。どういうことっていうと、だいたい普通のイヤホンって、まあ、例えばインナーイヤー型イヤホンとか、ああいうのだったら、まあ、空気伝導式とかだと思うんだけど、空気伝導式か空気伝導式、骨伝導だったら骨伝導。この二つで、まあ、だいたいね、分離していることが多いんですが、今回のイヤホン、なんと、世界初の骨伝導でもあり、気伝導、いわゆる空気伝導。その二つがですね、組み合わさったイヤホンになっているんです。はい。なので、今回はそちらをね、ご紹介します。はい、商品としてはこちらです。プシュプシュ。こちらの世界初骨伝導&気伝導を採用したデュアルスピーカー技術を導入しているイヤホンの、YS01 というですね、ものをご紹介しようかなと思います。はい。今回こちら、クラウドファンディングで現在実施しているイヤホンになっておりまして、先ほども言ったように、骨伝導のいいところと空気伝導のいいところ両方を兼ね備えたイヤホンになっています。はい。で、さらにいいのが骨伝導の、イヤホンとか空気伝導のイヤホンって大体ここに装着することがほとんどなんですけど、一番の問題としてマイク音質の問題が非常に悪いんですよね。なんですけど、今回のイヤホン、この画像を見てもらってわかる通りですね、マイクが飛び出ている、仕組みになっているので、声めちゃめちゃ拾いやすいです。なのでここら辺のところもぜひ皆さんですね、今まで課題として挙げていた方はですね、要チェックなんじゃないかなと思います。で、今回なんですけども、骨伝導のいいところとか空気伝導のいいところとかも含めてですね、いろいろと紹介していくことが多いので、早速ね、特徴をご紹介しましょう。特徴としてはこんな感じになっておりまして、まず骨伝導プラス気伝導のデュアルスピーカー設計を採用していて、 8D サラウンドサウンドをですね、こちら提供するので、結構ね、音の広がりが豊かなイヤホンになっております。で、マグネット式マイクも搭載しているので、そこら辺のところで声もですね、かなり拾いやすいし、720度曲げが可能なので、そこら辺の意味でもですね、顔が大きい人とか、こう、重なが、顎が結構飛び出てますよとか、しゃくれてますよっていう人にも使いやすいかなと。で、Bluetooth 5.2 に対応しているので、遅延も少ないですし、ENC ノイズリダクション機能とかもついていますので、声もすごい拾いやすいかなと思います。はい。で、これ、なんと素晴らしいのが、クラウドファンディングだからこそっていうのもあるんですけども、これだけの技術を搭載しておきながら8000円以下で購入できるんですよ。はい。そこがまたね、素晴らしいところです。はい。じゃあ早速こちらの今回ご紹介する、イヤホンですね、皆さんと一緒に見ていきましょう。レッツゴー。はい。お待たせしました。よっと、はい。今回ご紹介するのがこちらのですね、イヤホンになっております。はい。イヤホンの型式としては YS01 というものになっています。はい。まず早速中身を開けてスペックとかを紹介してですね、いろいろと紹介していこうかなと思うんですけども、まず中身なんですが、出てきたの、これ今回ね、マニュアルのサンプル品になっているので、中国語になっています。皆さんの元に届くときにはですね、日本語のマニュアルになって届くので、そこら辺のところはね、心配ないかなと思います。はい。イヤホン本体が、まず一つ出てきまして、イヤホンの本体形状としてはこういう感じのね、スポーティーな感じの、形状をしております。耳にかける感じのタイプで、ここら辺のところがワイヤーバンドでつながっているといった形状です。はい。で、その他付属品としてはこの下のところに入っていまして、こういったね、持ち運ぶのに便利な巾着がついていて、巾着の中に関しては、こういう感じのですね、マイクですかね、これは。はい。マグネットで付ける用の、こういったマイクが1個と、あと、マイクの先に付ける用のモフモフですね。はい。で、あと、充電器なんだけど、充電器がこういう感じのね、専用マグネット式給電充電器になっているので、まあ、これはですね、皆さん管理、すごい大切にしてもらった方がいいかなと思います。イヤホンの充電器だけでね、
購入することができないので、どうしても。なので、これはね、皆さん断線とか気をつけてください。早速こちらのスペックを詳細、詳しく見ていきましょう。はい、スペックとしてはこんな感じになっておりまして、ブランド名としてはですね、これユエシェンって読むのかな、中国の、まあ、ブランドメーカーになっております。で、型番は YS01 というものになっていて、デュアルスピーカーという形でです、骨伝導と気伝導の両方の方式で音を伝える形になっています。で、Bluetooth 5.2 プラス EDR っていうものを採用しておりまして、Bluetooth の接続距離としては、15メーター以内っていう形です。なので結構ね、遠く離れても聞こえるっていうところでは、ジムとかで携帯持ちながら歩くの嫌だよっていう人にもおすすめかなと思います。で、周波数応答範囲としては 20Hz から 20kHz。対応プロファイルとしては A2DP、AVRCP、HFP、HSP という形で、ちょっと AptX とか対応しないのがね、残念なところですよね。はい。で、防水レベルとしては IP56、再生時間としては8から10時間、バッテリー容量としても 270mAh、充電時間は3時間で、待機時間が300時間という形で、バッテリー容量や防水レベルに関しては結構いいんじゃないかなと思います。で、重さは 35g で、持った感じとしてもですね、よくあるようなこういうスポーツイヤホンとあまり変わらない形になっていて、重さもね、そこまで、重くないので、許容できる範囲かなと思います。よくあるのがね、骨伝導ってここら辺のところがやぼったくなりがちだから重たいってことが多いんだけど、それがないのは結構いいかなと思いますね。で、開発国及び生産国は中国といった形です。はい。で、実際この YS01、他のイヤホンとどれぐらい性能が違うのかっていうと、まあ、A 社及び B 社のですね、同じような骨伝導式の、ものと比べてみるとこんな感じになっていて、他のものと比べてもですね、マイクが内蔵してあったりとか、Bluetooth のバージョン及びですね、値段、そして重さとか含めてですね、結構ね、勝る点も多くて、まあ、これだけでもこいつを選んでよかったかなっていう風に思っていただけるんじゃないかなと思います。はい。で、V 名称をちょっとご紹介させていただくとですね、 V 名称としてはこういう感じになっていて、まずここにですね、音量の上げ下げボタンがございます。なのでこれで音量上げたり下げたりっていうのができる形です。はい。で、反応に関しても結構ね、こいついい感じになっていて、これ上が上げる方なんだけど、これ上げるにしたら、これ音量上げる下げるに関してもこれこういう感じでね、結構、ボタンを押してすぐにこう反応してくれる形になるので、ここら辺のところも結構いいんじゃないかなって感じはしております。はい。で、あとここ多機能ボタンという形で、これで電話の応答だったりとか、あとはですね、音楽の再生、一時停止、電話の着信の拒否とか、そういうのもできる形です。はい。で、ここの部分がイヤーフックイヤーワイヤーで、これチタン素材を使った頑丈なワイヤーになっているので、どんな頭の人にでもですね、快適にフィットします。で、イヤホンのヘッドはこういう感じになっていて、面白いですよね。ここの部分が骨伝導タイプになっていて、ここが空気伝導になっているって感じで、この2つの、方式でですね、音を、皆さんの、まあ、いわゆる耳の中に届けてくれる感じです。はい。まあ、その他としてですね、ついてきたものなんですけども、こういったね、マイクがあると思うんですけど、このマイクをですね、ここの、磁石の部分にこうくっつけるだけでですね、マイク搭載型イヤホンに、変化するような感じです。これすごいよね。このタイプのマイクってあんまり見たことなくて、これ結構新しいなって感じがしました。はい。で、これ結構ね、長いのでゲーミング用として使っていただいてもいいんじゃないかなってイメージです。で、まあ、実際ですね、ちょっと見ていただきたいんだけど、これ磁力も結構強くて、マグネットの部分だけこれしっかりはめてもらって、こう持ってもですね、落ちることあんまないんですよ。で、つけていてこれが外れるっていうことはまあまあないかなと。ただマイクをつけた状態で、まあ、充電ができないので、充電するときはこのマイクをどっかに外して保管しておかなきゃいけないっていうところ、ここがちょっとめんどくさいかなって感じですかね。はい。で、早速、こいつの仕組みだったり使用機能っていうのをいろいろと紹介しようかなって思うんですけども、まず皆さんにお聞きしたいんですけど、骨伝導の、仕組みおよびメリットデメリット、そして空気伝導の、メリットデメリット、そういったところをご理解していますでしょうか。骨伝導イヤホンっていうのはですね、こういった形になっておりまして、耳の穴を塞がずに、まあ、骨とか軟骨を振動させて音を伝えるタイプの、まあ、イヤホンのことを言っておりまして、こめかみのあたりにスピーカーを当てて音を聞く形になっております。はい。で、2006年に、まあ、こうゴールデンダンスが骨伝導ヘッドホンとして発売したのが始まりのきっかけにはなっていまして、まあ、近年だと在宅ワイクの影響でですね、音をイヤホンで聞きつつ、まあ、外のね、焚き火の音だったりとか、インターホンの音っていうのをですね、まあ、聞きたいよっていうユーザーに人気を集めて、今結構売れ行きの
まあ、方式になっています。で、骨伝導イヤホンのメリットとしては、まあ、イヤホンを装着中でも周囲の音を意識することができたり、まあ、耳塞がないから、まあ、鼓膜痛めなかったりとかですね、疲れないとか、ね、まあ、あと難聴の予防にもできるっていう形で、結構いろんなメリットがあるので、お子さんに買ってあげるイヤホンとして結構骨伝導がいいよっていうお母さんとかお父さんが、増えてきてます。はい。で、ただ一方、骨伝導イヤホンってデメリットもいっぱいありまして、デメリット何かっていうと、まあ、一般的な耳を塞ぐタイプのイヤホンより、ちょっと値段が高いんですよね。で、音質にもこだわりが、ある人には結構不向きだし、メガネをかけている人とかだったらですね、まあ、人や髪が長い人は、購入前に要検討が必要で、結構邪魔するタイプの方が多いんですよ。なので、そこら辺のところが、まあ、残念だったりとか、まあ、この骨伝導ってここを震わせるものになるので、ある程度ですね、大きい音にすると、結構ね、バイブレーションみたいな感じで、ブーンって感じで、このこめかみを刺激するんですよ。なので、そこがちょっと気に入らないよっていう人もいらっしゃいます。はい。で、一方じゃあ空気伝導式イヤホンはどうかっていうと、空気伝導の仕組みとしてはこんな感じになっておりまして、一般的なね、まあイヤホンとほとんど変わりはないです。はい。で、空気伝導のイヤホンっていうのは、一般的なイヤホンと何が違うかっていうと、骨伝導と同じくですね、耳の穴を塞がずに音を聞くタイプのイヤホンで、まあ、わかりやすく言うと、耳の近くにスピーカーがあって、そっから音が流れてる、みたいな感じのイメージをしていただければと思います。で、骨伝導イヤホンで感じられた骨を振動する感覚とか、電力の消費が早いなどのデメリットを改善したのが、まあ、この空気伝導式イヤホンの、まあ、仕組みになっていて、まあ、空気伝導のイヤホンのメリットとしては、骨伝導にあるような振動がなかったり、骨伝導システムに抵抗がある人でも気楽に試せたりとかですね、イヤホン装着中でも周囲の音を意識することができたり、耳を塞がないため鼓膜を痛めないとか、疲れさせないとかですね、まあ、これも難聴の予防があったりとかですね、まあ、骨伝導で、あったデメリットを補っているような感じのイヤホン、それがまあ空気伝導式の気伝導式イヤホンになっています。で、空気伝導式イヤホンのデメリットはですね、骨伝導と比べると音漏れもしやすい。で、一般的な耳を塞ぐタイプのイヤホンよりは若干高価。あとは音質にこだわる人には不向きだったりとか、メガネをかけてる人とかにもちょっと不向きだったりとかがあって、まあ、共通した悩みはあるんですけども、二つ合わさることによってですね、まあ、共通のデメリットの部分は何としても壊せないにせよ、どっちかで補えるような、デメリットをメリットに変えるようなものを実現しているのが、この二つのね、まあ、いわゆるデュアルドライバーを採用した、まあ、イヤホンになっています。はい。実際、機能としてはどういったものがあるんですかっていうと、これなんですけど、機能としてはこれだけございます。まあ、先ほども言ったように 8D サラウンド効果音があったりとか、Bluetooth 5.2 だったりとか、軽かったりとか、IP56 っていうのがあって、機能性としては高いかなと思います。はい。実際に、まあ、こっからはですね、操作性を、まあ、皆さんに紹介しながらですね、まあ、音質だったり、音漏れだったりとか、マイク音質っていうのを見ていきたいなと思うんだけど、で、実際、装着方法なんだけど、メガネかけてない人は結構スムーズに装着できて、僕みたいにメガネユーザーの人はですね、一回メガネを外していただいた方がいいかなと思います。で、装着方法なんですけど、こういう感じでね、耳の上の部分、ここの部分ね、こういう感じでですね、つけていただく形になっていて、で、もうこれでつけていただいたら、上からメガネをかけることはできます。はい。で、まあ、実際干渉してるっていう風に言うと、まあ、確かに、ちょっと、と干渉してる感はあるんですけども、めちゃめちゃこうメガネがずれることもないですし、運動とかするにおいても使っていただけるのは使っていただけるかなって感じです。で、フィット感どうですっていうと、やっぱりね、このイヤフックタイプなので、それなりにフィット感は強くてですね、個人的にはかなりこうスポーツしたり走ったりとか、それこそこう首振ったりとか、そういうのもできるので、かなり動く人には向いてるのかなって感じがしますね。で、やっぱりこの耳を塞いでないんですよ、これ今。耳の穴自体もですね、こんな感じで塞いでないので、外の音もしっかり聞こえるので、その分ですね、自転車乗りながらとか、運転しながらこのイヤホンをするっておいてもですね、あまりこう事故にも遭いにくいのかなと、周りの音とかもしっかり聞き取れるのかなと思います。で、あと僕の家最近ね、ベビーが生まれたんですけど、まあ、ベビーの鳴き声も聞こえやすそうですし、あとインターホンの音とかも聞こえるので、ながら聞きっていうのが結構しやすいイヤホンかなっていうふうには感じました。
はい。じゃあ早速ですね、こちら音質ちょっと見ていきたいと思うんですが、音質としてはですね、こちらのバーチャル三角でですね、実際に録音していこうかなと思います。で、今回、録音していく、まあ音楽のジャンルとして、ロック調と、あとまあジャズっぽい感じの音楽をですね、こちら、試していこうかなと思います。はい、どうでしたでしょうか。僕自身もですね、この今回の YS01 でですね、実際に音楽自体も聞いてはみたんですけども、まあ自分自身がまあこう音楽を聞いてみた感じの感覚としては、やっぱりですね、普通の、耳に入れるイヤホン、あれに比べるとやっぱり、骨伝導、空気伝導っぽい、まあ特徴は、してるなって感じがしていて、音質っていうところをやっぱり取りたいのであれば普通のイヤホンを取った方がいいのかなって感じはしました。まあ特に気になったのが、まあこの音量を上げた時のまあ低音感っていうところですよね。そこの部分が、結構僕はですね少ないなって感じがして、まあどちらかというと若干ちょっと曇ったような感じの音質に聞こえるんですよね。なんでやっぱりここら辺のところは、通常のイヤホンにはかなわないかなと思います。しかしですね、まあ過去にもいろいろとこう骨伝導いろいろ紹介させていただいたことがあるんですけども、まあ、その中でもですね。8D とかではあるので、バイオリンとかそれこそジャズっぽい感じの音楽に関しては結構綺麗めで、しかもゆったり聞こえたかなと思います。なのでどちらかというとゆったりめの曲と、強めのねロック系を今回流したんだけど、多分皆さん同じように感じたかもしれないんだけど、ロックっぽいのはいまいちなんかこう物足りなさを感じるけども、実際、ジャズっぽい方は結構よく聞こえたっていう風に感じていただけたんじゃないでしょうか。まあ、このようにですね、まあ、中高域っていうところでは、しっかりと出せていたかもしれないんですが、低音っていうのはちょっと弱く感じるようなイヤホンかなって感じでした。はい。これすごいのが、僕もこれ驚いたんだけど、音マックスにしてるじゃん。これ音マックスの状態で、こう聞いても、鼓膜がすごい傷ついてる感もないし、こういう風にってやっても外の音が聞こえるんですよ。なので個人的にはここはすごいなと感じました。はい。で、やっぱりね、マックスにすればするほどここの部分がブルブルブルって感じになってるので、ここのね揺れっていうのがあんまり、好きじゃないよって人は、ちょっと今回のイヤホンね装着的にも難しいのかなとは感じております。はい。で、実際ブルブルするのどれぐらいっていうと、真ん中よりちょっと上ぐらいからだんだんちょっとこのブルブル感がついてくるので、真ん中ぐらいより上で普段聞いてるよっていう人はちょっとこのイヤホン苦手かなって思ってしまうかもっていうところがちょっと僕はね感じました。はい。で、操作性なんだけど、操作性に関してもねすごいねこうしやすいなって感じがしていて、右に全部ボタンが配列されてるので、イヤホンの音とかそういったところがですね非常に操作しやすいなと。で、あとこのマルチボタンでですね再生停止が瞬時に切り替えれるってところも結構僕的にはこれいいなと思いました。なのでまあなんかこうながら聞きしながらこう自由にねこう操作できるっていうのは非常にメリット高いかなって感じがしております。はい。じゃあ最後こちらね、マイク音質ってところね、やっぱり皆さん気になりますよね。なので今回マイク音質はですね、同じ骨伝導のイヤホンと、あと今回のこのイヤホンでですね、マイクテストをして最後まとめの方に行きたいと思います。まとめていきましょう。
はい、どうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さん、どのように聞こえてますでしょうか？こちら、YS01 というですね、イヤホンでマイク録音をしております。破裂音テスト入ります。パッピップペッポ、どのように聞こえてますでしょうか？いかがお過ごしでしょうか？はい、どうも、タカチャンネルのタカでございます。いかがお過ごしでしょうか？どのように聞こえてますでしょうか？こちら、オープンランプロで収録しております。破裂音テストも行きたいと思います。パピプペポ、どのように聞こえてますでしょうか？いかがお過ごしでしょうか？はい、どうでした？マイクをやっぱこう接続するときは若干メガネの干渉したので、僕メガネ外させていただいてこのような形でですね、マイクを前に持ってきて喋らさせていただきました。結構違ったでしょう？今までの骨伝導とは、一味も二味も違うぐらい、この曇りのないサウンド、っていうのが、実現できてたかなっていうふうに思ったので、個人的にはこのマイク、すごい、いいなと思いました。会議とかでもね、結構聞こえやすいかなと思います。で、このマイクに関しては、一応ね、ノイズキャンセリング機能があるので、ノイズ環境下で喋ったりとかしても、実際ね、この音は、聞き取りやすくなっていて、例えばなんだけど、はい、どうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか？どのように聞こえてますでしょうか？破裂音テスト入ります。パッピープペポ、どのように聞こえてますでしょうか？実際、自分の声の方が前に来てるから、結構聞こえやすかったかなっていうふうに思います。はい。それじゃあ最後にまとめの方に行きたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー！いかがだったでしょうか？今回は YS01 というですね、骨伝導技術と気伝導技術を両方兼ね備えたですね、イヤホンをご紹介させていただきました。どうでした？結構、まあ、音楽の音に関しては、ちょっと物足りなさあったかもしれないけど、マイク驚いたでしょ？僕もそのイメージがあって、結構これね、会議使いやすいんじゃないかなって感じがしました。うん。で、僕が使ってみて今回いいところ悪いところをまとめさせていただくと、こんな感じになっております。はい。まずですね、こちら、マイク音質が何と言ってもいいというところと、あと、装着のフィット感が結構いいんですよね。はい。僕みたいにこういう感じでね、耳にかけておくだけで、もうあと走ったりこうやっても全然マイクも落ちないし、なおかつずれたりとかもしないので、これ結構すごいなと思ったのと、あと骨伝導のいいところと気伝導のいいところ両方持ってるなって感じがして、骨伝導だと、まあ、ここがデメリットで挙げられたなっていうような、まあ、いわゆるですね、ブルブルとしたような振動音っていうところも、気伝導と両方になってるからこそ、ある程度ね、振動が来ない状態でも、満足できる、まあ、音の大きさは確保できてたかなって思ったので、うん、ここはいいなと感じました。はい。で、ちょっと残念だなっていう風に思ったところももちろんございまして、何かっていうとですね、フィット感めちゃめちゃいいんだけど、僕結構福耳じゃん。福耳の人はね、ちょっとつけにくいなって思うこともあるかもしれない。あとはメガネユーザーの人、メガネユーザーの人は一回外さないとこれつけれないんだよね。なのでメガネユーザーの人はちょっとね、ここら辺のところが残念に感じてしまうのかなって感じがしました。はい。まあ、あとは骨伝導気伝導両方にですね、挙げられるデメリットとして、まあ、やっぱりこの音質の物足りなさっていうのは若干感じるかなっていうところはあって、でもこれに関しては骨伝導気伝導のイヤホン買う人はですね、絶対ぶち当たる壁なんですよね。で、今までの、まあ、骨伝導気伝導と比べてもそこまでですね、めちゃめちゃ落ちてるかっていうとそうではなくて、このジャンルの中では、結構許容範囲のですね、まあ、いわゆる音のレベルではあったので、極端に普通のイヤホンと比べると悪いけども、このレベ、骨伝導気伝導のイヤホンに関して言うと、まあ、そこまで悪い方ではなかったかなと思います。はい。まあ、こんな感じで今回のレビューは終了させていただきます。ぜひ皆さんですね、こちらクラウドファンディングで、安いのでね、支援してみてください。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。また連絡するわ。じゃあのー。